Tracky-X, associado avec Bell, une fois de plus, et cela fait une... 1982年6月15、16日、第50回ルマン24時間耐久レース車検の日である。エントリー65台、マツダスピードチームにとっては3回目のおなじみのジャコバン広場である。今年で6回目の優勝を狙うジャッキー・イクスのポルシェ956ターボはジャッキーともども人気の的であった。今年はエンジン排気量無制限、ただし燃料タンクの容量は100リットル以下、燃料補給の回数は25回までとレギュレーションブックにある。マツダ RX7-254 はイムサ GTX のカテゴリーで車検にパス。しかし GTX にはフェラーリ 512BB、 ポルシェ 935K3 といった強力マシンがいる。さらに排気量無制限のグループ C31 台はやはり気になるところだ。だがもしも予選を通過し決勝で完走すれば燃費率第1位も狙えないことはない。いずれにせよレースは野望との戦いである。今年マツダスピードチームは1台には寺田、よりのアラン・モハットが、もう1台にはイギリスで待つトム・ウォーキンショー、ピーター・ラベット、ジャック・ニコルソンが、出発前富士スピードウェイで雨の中シェイクダウンテストを重ねた。ルマンの天気は突然雨に襲われることもある。車検を第一のレースとすると予選は第二のレースである。今年の予選出場チームは58台、16日と17日にそれぞれ4時間をかけて行われる。各グループの予選通過基準タイムは上位3台の車の平均ラップタイムの 110% 以内でなければならない。50回続いたこのレースの主催者 ACO の厳しい、そして強気な姿勢が垣間見られる条件ではある。寺田にとってこの手強いルマン 13.6km への挑戦はこれで4度目である。チームの期待を担ってカーナンバー82、1番手寺田は走り始めた。ペースをつかんだマツダ RX7 は一気に9500回転まで上げていく。全ては順調だ。昨年2位3位入賞のロンドンは
今年は予選から今一つ調子が出ないようだ。24時間耐久レースにはもちろん夜も走らなければならないのだ。予選はいわばその完熟のためと言ってもいい。マッタスピールドはこの RX7 で3回、通算で4回。明けて6月17日予選2日目の昼、マツダスピードチームは ACO 会長をはじめ主だったスタッフを招いて友好的な昼食会を開いた。国際レース参加者にとってこれは必要なセレモニーである。とにかく戦いの最中、和やかなひとときである。マツダスピードチームの大橋監督は予選2日目に臨んで、昨日タイム良かった方の車、これは寺田がドライブしたんですけどもね、今日もっとタイムアタックしたいんですけれどもね、コースの状況、今日これだけ晴れ上がっちゃいましたからね、おそらく25、6度あるんじゃないかと、もしかしたら30度ぐらい近いですよね。でこれが今日6時からですからね、10時まで、一番タイムが出る9時頃ですか、その頃でもかなり気温が高いと思うんでね、あんまり望めないんじゃないかと。ただ昨日のようなね気象条件ですね、あと 3,4 秒は詰まるんじゃないかと思ってますよね。その車の持っている能力をね 100% 発揮さえすればね、そう難しいことじゃないと思います。こうして作戦通り、マツダ RX7 はカーナンバー82寺田チームが4分4秒74、83トム・ウォーキンショーチームが4分11秒29と共に予選をクリアした。9月19日、第50回を迎える伝統ある24時間耐久レースが始まろうとしている。ホールポジションは昨年の覇者カーナンバー1のジャッキー・イクス・デレック・ベルのポルシェ956ターボである。マツダ RX7-254 は50番と53番のスターティンググリッドを取った。ローリングスタート。いよいよ長い長い過酷なレースが開始された。
寺田はエンジン回転数を8000に抑え順調に走り入ってきた。頼野とドライバーチェンジだ。今年の WEC 戦で2勝を挙げたランチャは前予想を裏切ってどうも調子が良くない。燃料ポンプのトラブルだという。タイムキーパーの渋い顔は何だ。ポルシェ956ターボは会長である。調子のいい時はこんな顔がいい。これもポルシェのタイムキーパー。ル・マンに夜がやってくるのは遅いと同時に日中30度近い温度が急激に15度近くに下がる。エンジンの強敵が一つ増えることになる。しかし人々は明日まで続くこの祭りによく飲みよく食べる。記録係は酒瓶にゼッケンを書き順位を並べ替えている。しかしレースは夜の闇の中をひたひたと続きドライバーは孤独と戦っていく。ドライバーにとって夜のピットほど暖かく感じられるものはないだろう。82番モハットが帰ってきた。若いメカニックは夜中でも元気だ。はい、分かりました。給油も順調にいっている。去年と違って今年のマツダ RX7 はコースを走りながら夜が明けそうだ。6月20日日曜日、太陽は静かに顔を出し始めた。今日も暑い日になりそうだ。ピットに予定より早く82番が帰ってきた。リア部から異常な音が出たという。ピットクルーたちの作業が始まる。
何事もなく終わった。一同ほっとする。また入る可能性あるからね。やはり朝は何かが起こるのかもしれない。魔の24時間レースと言われるゆえんである。ミルサンヌで最高速度352キロを記録したローラ T610 もこの頃はすでに姿を消している。そろそろレース場に人々が戻ってくる。速報版で今の状況を知る。ロンドーはどうした、アストンマーチンはどうした、フェラーリは。人々は悲喜の車の順位を探る。突然ヨリノがピットに戻ってきた。緊張の一瞬である。221周目に起きたトラブルだ。ミッションらしい。去年105周目に見舞われたトラブルを誰もが思い出した。監督の決断が迫られる。勝負は24時間目に走れるかどうかにかかっている。満を持してミッションのオーバーホールが行われる。マツダスピードチームにとってこれが今年のル・マンの山場となるかもしれない。1時間20分、ようやく終わった。話題のグループ C はこの頃ほとんどリタイア。しかし残念ながら83番トム・ウォーキンショーチームも夜明け前に燃料系のトラブルでリタイアしてしまった。しかしカーナンバー82寺田、ヨリノ、モハット組はあれ以来極めて順調に走り続けている。
ポルシェ956ターボの変態走行。最後のステアリングが寺田に託される。完走を目指す慎重なスタートである。時計は3時55分。ピットの前では最終ラップを目指すカーナンバー82を見送ろうと待っている。しかし82はやってこない。チームに不安がよぎる。1982年6月20日午後4時、観客は一大群衆となってコースになだれ込み、今年6勝目を勝ち取るジャッキー・イクスを迎えようとする。寺田は82番はいた。ゴールに向かってできる限りの力で這い上がってきた。何かあったに違いない。しかしとにかくマツダ RX-7 は完走したのだ。ついにフィニッシュ。ようやくピットは寺田のフィニッシュを知った。長い戦いの道のりだった。最後はちょっとガソリンが来なくなってたんで、チェッカーフラッグが振られる直前で止まって、4時になるのを待って、でチェッカーが振られてから入って、ちゃんと正式にゴールしました。ありがとうございました。第50回ルマン24時間耐久レースは55台中完走わずか18台であった。そのうちポルシェは9台、イクスベルグミは総合第1位のほか、熱効率指数第1位であった。マツダ RX7-254、 寺田、ヨリノ、モハット組は総合第14位、燃費コンテスト部門第3位であった。さらに若いメカニックたちにも思いがけない贈り物があったのだ。黙々と
ひたむきに油にまみれた彼らにはベストメカニック賞だ。古くて新しいル・マンの街に再び静かな日々がよみがえった。しかしこの街に確実に第51回目の24時間耐久レースは365日後に必ずやってくる。新しい戦いはもう始まったのだ。